イシドラのネーは、スペインの画家である。社会の底辺にある人々を描いた。イジドラのネーとも翻訳される。バルセロナに生まれた。両親は小さいが森下、食料品工場を経営していた。幼なじみに画家になるジョアキム・ミールがいで、同じ学校に通った。早くから画家を目指していた。ジュゼップ・ミラベントや、ガブリエル・マルチネス・アルテス、ルイス・グラナーに学んだ。 1893年から1895年の間はバルセロナの美術学校で学んだ。リカルド・カナルス、ラモン・ピチョット、ジュリ・バルミ・チャーナ、アドリア・グアル、ジョア・キム・スニエーといった若い画家たちと活動し、コラ・ゲル・サファラ、またはその活動したバルセロナの場所の名前からバンディア・デ・サン・マルティと呼ばれる美術家、グループ。 1893年から1986年の間、このグループは活動したの重要なメンバーだった。1894年から雑誌、ラ・ボン・グアディアの挿絵を描くようになり、その後、エル・エスキラ・デ・ラ・トレット・クサや、バルセロナ・コミカ、PL& プロマ、フォルマといった雑誌の挿絵も描いた。1896年にリカルド・カナルスとパリに移り、パリで、 展覧会を開いた。1900年にバルセロナに戻り、1902年と1903年にバルセロナのサラパリで展覧会を開いた。1896年にリカルド・カナルスとパリに移り、パリで展覧会を開いた。1900年にバルセロナに戻り、1902年と1903年にバルセロナのサラパリで展覧会を開いた。 バルセロナで38歳で病没した。ありがとうございます。